お願いします。はい こんばんは。9月16日月曜日。時刻は夜8時になりました。暮らし研究ラジオの時間です。この番組はいろんな暮らしを研究するラジオです。あなたの暮らしに光を注ぐ住まいづくりナビゲーターユーリンこと一級建築士上村さゆりがお送りいたします。はい え、ね、ニュースでもすごく大変なんですけれど、今年も台風大幅れですよね。えー、千葉県ではもう一停電断水が続いているようです。現地の方、どうぞご無事でお願いいたします。この番組ではリクエストとメッセージを募集しております。暮らしのことや今日あったこと、誰かに聞いてもらいたいこと、思い出の曲など、じゃんじゃんリクエストしてください。 FAX は098-943-0094、098-943-0094、メールアドレスは 797-FMGINOWAN.com、数字で 797-FMGINOWAN.com です。また、FMGINOWAN ではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声。 ネット配信していますので、えー、FM ギノアのホームページから見ることができますこちらもお楽しみくださいまたサイマル放送はスマホで無料アプリリッスンラジオパソコンでは FM ギノアのホームページの再生ボタンをクリックしてください今前前編同時放送お楽しみいただけます夜のひとときお耳をちょっとだけラジオに傾けてお付き合いくださいオープニングは嵐でオンリーラブです 改めましてこんばんは9月16日月曜日午後8時暮らし研究ラジオの時間です今日も元気に聞いてますか沖縄県議の安心急な、えー、窓からは茶炭の夜景がそして今日はチラッとなんだけれど安室ちゃんの花火が見える沖縄ええ FM ギノワンのスタジオから生放送でお送りしております。 このスタジオ、ですね、実はですねあの、ちょっと2階にあるのでもしかしたら上の階に行くとはっきり見えるのではないかななんて思うんですけれど、えー、さっきの放送の時にね、お二人がね、騒いでたので私も一緒になって窓から覗いてみたところ花火がちらちらっと見えておりました。はいあのー ね、昨年もねすごい花火だったんで、えーまあ、今年も多分ねすごい花火が見れるんだろうななんて思ってるんですけれど、えー、まあ確かにあのうん。えー まあ会,場には会場はね、普通のコンサートと同じようにチケット販売、えー、があって、それに当選しないと入れないわけなんですけれど、その周りはです、ね、あの別に音漏れも全然 OK ですし、えー、ということで、うちの娘もですねそこの場所に行っているはずです、全くね。これから私は 月会ということでですねあのいわゆるお月見をやるんですけれどもう、ま、仲間はもうすでに始めているようでございます私は遅刻で参加しますので、えーまあ、ちょっとねお天気がそんなによくないのがちょっと不満かなっていうのはありますけれど、うん、まああの実際ね「完月会」って月を見るというより えー、みんなと顔合わせるのが一番の目的なのでそれはいいのかなと思いますはい、えー、それでは、えーえー、CM お願いします、はあ、し太鼓さん神輿行ってきたんですね ただいまお聞きの番組は FM 議論館から生放送でお送りする「暮らし研究ラジオ」です。時刻は8時8分になりました。今日の暮らし研究あれ、今日の暮らし研究、エコーを間違えてしまった。はいえーね、あの大吾さんが えー、はい、こんばんはということで、えー、昨日のみこし、なんか昨日何かお祭りあったんですか、えー、みこしで体がパキパキでふくらはぎ、やばい、腰がやばいということで、今、花火、えー、風強くて中断してるんですね。はい、私は、もうこのみこしってね、えーとあの、担いだのって一度しかないんですよ。えー、何年前だろうな。うん たぶん二十数年前に、えー、神田祭りのおみこし、かずきました。え、あの、ね、えっと、その時はですね、あの、その、ハッっーっていうのかな、それも来てですね、あれ、袴じゃないしな、なんだろう、あの、 もんぺみたいのを着て鉢、えー、巻きをぐりぐりぐりとやりながらえっ、ー、とですあのお団子はですねもうほとんど頭のてっぺんかっていうくらいのところに、えー、止めてそこにこのお団子を結ぶような形であお団子じゃなくて鉢巻きを結ぶような形でそしてあの直たびですねあれが初めて履いたんですよね。あの。 あの草履みたいなものなんですけどあの花尾の先がないんです、あれ。えー、で花緒の先のないところに直たびというか旅、たびをそのまま入れてですね、ほとんど、これ、えー、裸足というか直た、えー、旅,旅で歩いてるんじゃないかという感じで、えーまあ、びっくりした状態です。まあ、もちろん、あのーね 普段、そんなにお祭りとか、わーっとやってるわけではなかったので、初体験で、まあ、最後の体験ではあったんですけれど、うん、あの、一応、日本の三大祭りの一つである、神田祭りですね。あの時ね、思ったのがですね、あの、背の高い人は大変だなと思ったんですね。この肩に担ぐから、あの、この肩のところに、全部、あの、みこしの、あれが、えーと、 荷重がかかるわけなんですね。低いとですね、あの手で持ってるだけでなんとなくこうあの担いでるっていう感じがするんですけど、背の高い人はですね、もろずっしりと肩に来ると言ってですね、あの次の日肩がずり向けしたって言ってましたね。うん。あ、そうなんですね。太古さんは昨日1日でだいぶ焼けた。あ,あ、あのそう。 ですね、今の季節結構紫外線は強いですからねはい旅はえ,ー、え旅は下、えー、分暑くないと、えー、砂利道ああそっかそっか砂利道歩くと確かにこれは辛いかもしれない、うん、あのもろね靴下みたいなものだからそうすると、うん、そのまま足に。 直撃するんですよね。砂利道は、まあ、あの、健康のために、あの、健康の、あの、あれがあるじゃないですか。砂利道歩くようなところ。あれね、あの、大人の、私は、やっぱり病気とかね、あの、体があんまり健康じゃないんだろうな。歩くと、痛い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 ってわむくんですけれど、子供は平気でその上走りますからね。で、あの、なんでこんな尖った砂利を、あの、まあ、わざわざ埋め込んでるんですけど、あんなところ平気で歩けるんだろうと。 もう見,見事に自分の体重も加わってです、ね、もうあ,のあの道を歩くのってすごい苦行ですよね。太、う、悟、ん、さんもめっちゃ肩にくるあかわいそうずり向けしてないですか大丈夫ですか うん、みこしねあの、確かに楽しいけどあのそういったことが後々に来るとやっぱ怖いですねあのテレビとかでよく見る何みこしでしたっけすっごいスピードで走っていくっていうみこしがあれは多分ねあの私が神田祭りにあの参加したようにあのポットでっていう感じでやっちゃうと危険なんでしょうね。やっぱり その前からちゃんと準備運動をして、準備運動っていうのかな準備をして、えー、いつでも走れるような状態でやらないと、おそらくあそこまでも、えー、下手するとあれ、家ぶっ壊しますよね。あんな狭いところ、超スピードで走っていくので。で、そういったところ、大変だろうなぁ、なんて、えー、まあ多分、たぶうん、そういった練習とかも、 やるんでしょうねそう、うん。そういったところですね。まあ、確かに、あの、沖縄でエイサーとかがあって、やっぱりエイサーやってるのを見ると、毎日毎日練習してですね、ほんと大変だなぁなんて思うんですけれど。うん わああそうなんですね、めっちゃ肩に来たあの、タイミング合わせてるから、微妙に赤くなってるくらいで収まったってああ、そうなんですね、それでもやっぱりつらいですよね、次の日も、えーはい、あの <laughs> 大丈夫でしょうか、手上がりますか。こういったのも、うん 楽しむのもいいんですけど、後々に響かないように <laughs>、ね、あの、まあ、これは自己管理っていうべきなんでしょうかね。えー、やらないといけないですね。はい。えー、今日のお題なんですけれど、今日はですね、先ほどちょこっと言ったね、あの、完月会というか、お月見の話をさせていただきたいと思います。お月見なんですけどね、えっ、ー、と、そうですね。うん、日本では春は、えー、花見。 えー、秋はお月見という感じがありますね。ん、まあ <laughs>。はい。えー、ちょっとまた、最後さんの話戻すと、腕は上がるけど足が上がらないって、よっぽどそんなに。 上が歩いたんですね、あふくらはぎが、<laughs> あはいはい、えもしかしてあのかがんで、えー、とあれだったんでしょうかね、かついてたんでしょうかね、そうすると確かに腰も足も、えー、きますよね。うんあのえー、私はあのやったことないんですけど、これ、何でしたっけ。えーとうん、えっ、ー、と ボンドボンドリっていうかな何なのかなあの、あれ、もうずっと中腰でずっと踊りっぱなしだから、相当腰が強くないとできないとか言ってたんですけどね。そんな感じなのかもしれないですね。はい。あの、ゆっくりとお風呂に浸かって、えー、疲れを癒してください。えー、で、あの、はい、戻しまーす。えーと、お花、え、お花見じゃない。お花見はですね、えー、まあ、お花見は、えー よく、ね、あの桜とかをお花見とかするんですけれど沖縄ではなぜかお花見ってあんまりないな確かに桜祭りとかはあるんですけれど、ね、その下にねあのブルーシート敷いて宴会騒ぎしたことは確かに。 ないですね、うん。単純に公園行こう桜きれいだよくらいな感じでちょっと、まあ、あのおにぎり持ったりとかしていくくらいですね。でお月見なんですけれどああのお月見したことがないというコメントもあるんですけど。あのうんほ どの方でですね、私があのまだ東京にいた頃ですねお月見って言っていいのか分かんないんですけれどあの残業してたらいきなりですねお月見しようぜみたいな感じで、えー、まあ会社自体がの、まあ、屋上というかにあったのでそのままそこでですね、うんまあ、あの屋上の方に出てですね であの何かしらあの誰かがいろんなの買ってきてですねさすがにあの <laughs>、うん、あの会社なのでお酒は出なかったんですけれど、うん、であのちらちらお月を見ながらですねおしゃべりしてたたという感じかなというふうに思います、うんはいえー、ブルガリ三万、えー、ギノワン待たせたら聞い、うん、たぜー。 俺、参上ということで、いらっしゃいませ。<laughs> はい。あの、お月見の話しましょう。ブルガレさん。お月見したことありますか <laughs> で、あの、まあ、そんな感じで、あの、普通のですね、お月見とあの、なんていうのあの、お団子とかを、こう、あの、並べて、どうのこうのっていう、そこまでは私も実は、 あの経験はないんですけれど、えー、まあ保育園とかではよくやってるらしいですね多分夜まではいないので多分真似事なんでしょうねで私あの沖縄ではですねお月見って言わないんですよなぜか「月会。ね、あ会」「月を見るあの水木ありさの「えー、水木」で「か月ですね「か月会」で「えー、月を見る会」 なんでこの、ね「で、このつ月会っていうのが、えーまあ、あのお団子の代わりに「ふちゃぎ」といってですねあのお餅にちょっと小豆がこうついたようなものがあのたたたたたってあるんですけれど、うん、そうなんですねあのちゃんとしたのはすすきとお団子をお供えしているらしいですなぜすすきなんだろうななんて思うんですけどねえー、まあ すすきってその辺のすすきを取ってきていいのかないいんでしょうねきっとね。まあ、それであのシャ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 ンってなんかシャンシャンシャンってやってる感じで。うん、で、まあ、沖縄の場合はあのこの寒月会がですねあの実,実は 雨が降っても、観月会を行うという、ね、不思議な、えー、パターンですね、あのもしかしたら、本当でもそうかもしれないんですけれど、それにしても花火の音がここまで、えー、スタジオちゃんと、ね、窓閉めてるんですけれど、聞こえてきます、安、は、室、いえー、ちゃんの花火を見にみんなが集まってきているんでしょうね。うん、で、 はい、あの十、ー、五夜、えー、お月見はよく十五夜に行うということなんですけれど、十五夜は中小の明月と呼ばれています。えー、中小の明月ね、中,中,中秋の明月なんですけど、週、えと、ー、いうのが秋ですね。えー 中とといいいううのが真ん中という意,味意味らしいですで。秋の真ん中って何かというとですね、えーまあ、旧暦でですね7月から9月が秋ということで8月旧暦の8月15日が中,の中秋の名月ということらしいです。 うん、あさっきのね花火は聞こえるんですけど、えー、実は音楽は聞こえないですさすがに距離あるので花火の音は聞こえるんですよ、えー。音楽まで聞こえてくれるといいのになそしたら多分ね昨日あん中みんな <laughs> あっちの方に視線を設けていく、えー、でね私のね家のところは高台なんですけどなぜかグワンとこうあのへこんでるというか周りが高い建物があったりとかしてですね どこからの花火も見えないというねちょっとね残念な場所になっております。うん、このちょっとねあの本当にこういった FM 祇園さんみたいにですねあのスタジオがこう見晴らしがいいところであればですね、えー、本当あの、えー、水平線は見えるわ夜景は見えるわっていう感じで気持ちいいんでしょうけど、まあ、その分風当たりが強いから台風の時って 多分ねガ,ガタガタガタっとするんでしょうね。まあそんな中んで、うんまあえっと、そういったところもあるんですけれどよくあの私の友達のところもです、ね、あの花火見えるからおいでとかですねいうところもありますのでそういったところに、ね、行って花火を楽しんだりすることもあります。えまあ無料ではあの 楽しめる花火あそういえばねあのディズニーランドの花火もねあの以前ね亀戸に住んでた頃があったので、えー、その時見えたんですよ、ディズニーランドの花火。うんねあのまあ、そういったところいいですよね。うん <laughs> 無料で楽楽しししめる花火はじゃんじゃゃんんみましょうで中小の名月なんですけど8月15日ということで今年はですね、えー、あの新暦でいうと9月13日金曜日にあたるということで,で、まあ、の実は今日はですねもうすでに、えー、もう何日か過ぎているので全然満月じゃなくなっているんですけれどそれでも構わないというのが沖縄らしさ。 なのかな <laughs> というふうに考えております。もうなんつうねあの、いい加減というか、あのもう勝手にしないよって感じでですね、もう。えー 本当にね。あのそういったものがね。あの、沖縄らしさっていう風うに、えー、するのかなっていう風うに思ってますが、えー、とりあえずですね。あの15日というのがですね。えー、あのあ、あの旧暦の8月15日というのがお月見のシーズン、えー、お月見の日らしいです、えー、守ってる沖縄の人はほとんどいないという変な状態。 です、えー、まあねそういったこともまあ、考えてみればいいのかなとは思いまして、ね、はいははい、はい。それでは、えー、ただいまお聞きの番組は fm 技能案から生放送でお送りする暮らし研究ラジオですエンディングの曲流れてきました今日も30分いっ あっという間に過ぎてしまいました、えー、寂しいですけれどそろそろお別れの時間となります、えー、本日のインフォメーションです、えー、はい、えー。ミネラルライフ沖縄スペースからのお知らせではい久しぶりに私、えー、登場いたします9月23日来週になりますね、えー、この10時から12時に防災教室を開催いたします、えー、この、えー あの台風のためのです、ね、台風で、えー、と千葉県で、えーまあ、停電、断水などを苦し、えーまあえー、そういったところをです、ね、踏まえてです、ねえー、いつも大体地震対策についてを多く話してたんですけれど、えー、断水、えー、停電対策について主に話したいと思います。同じ日に、えー、味噌教室が14時から開催しております。 そして、29日日曜日13時30分からミネラル発酵ドリンク教室があります。同じ日にですね、原田敦子先生のシンデレラ教室が 9, 9月29日10時から浦添市の手高ホールで開催いたします。 ご興味のある方いずれも、えー、09013645377まで、えー、お問い合わせください。おお申し込みお問いい合わせください、はいえー、またこの番組ではスポンサー募集しておりますので詳しくは F 向きの案の電話そしてファックス番号が0989430094までお問い合わせお願いいたします。エンンディングは伊波の で、えー、沖縄以降を、えー、時間までお聞きください。この後8時半からはリーダーの見出し並みです。チャンネルはそのままで番組をおたおお楽しみください。それではまた来週も聞きに来てくださいね。お相手はスマイル作りナビゲーターユリンでした。バイバイ。 さんもブルガリさんもコメントいっぱいありがとうございましたはいあのー、ここ中川もこちの方はほにね残念ながら室ちゃんの音楽は聞こえないですけど中で楽しんでる人いいなと思ってるしざですあ <laughs> 会長ありがとうということで、えーはいあの長、ー、浜モータスの会長さんがそこに見えております 一緒に歓月会行こうってね、さっきね、約束したんですよ。うん、それじゃあね、バイバーイ。